11時20分になりました。東京有楽町日本放送の制作で、福井放送、ラジオ大阪、高知放送、大分放送の皆さんにもお送りしています。アッコのいい加減2000回。先週はまさに今ラジオパークのステージでトークショーをされている徳光和夫さんを、番組のゲストにお迎えして、平成のテレビ番組スペシャルと題してお送りしましたので、メールとファックスの受付がお休みだったんですが、今週から再開となります。最近の出来事、ゴールデンウィークの予定、今こんなことをしながら聞いています。最近の気になった話題や、アコさんへの質問、相談など何でも結構です。メールアドレスは小文字で akko アッコアットマーク 1242.com アッコアットマーク 1242.com ファックスは 0570-021242 0570-021242 まで送ってください。そして電話で参加していただくコーナー、クイズ和田オネア、こちらも今週から再開です。クイズに正解すると現金1万円が当たります。12時50分頃に出題されるクイズ、4択のクイズを聞いてくだされば絶対にわかりますんで、ぜひ問題を聞いてください。メールやファックスに電話番号を書いてくださった方は全員抽選の対象になります。番組の中で紹介された方も同じように出場の抽選の対象です。選ばれた方にはスタジオからいきなり電話をかけます。この時に5回コールの間に電話に出てくださらないと回答権を失ってしまいます。他の方に権利が移ります。メールやファックスをお送りくださるときはくれぐれも電話番号を忘れなく、そしてラジオネームでも結構ですが、ぜひ本当のお名前と住所もお願いいたします。パソコンやスマートフォンなどラジコでお聞きの方の場合はお手数ですが、必ずラジコで聞いていますと書いておいてください。もしもそういう方が選ばれた場合は、問題を読み上げてある程度時間を空けてから電話をかけますので、ぜひ書いておいてください。よろしくお願いします。すでにですね、はい、もうあのメール届いていて、はい、ラジコはラジコでもタイムフリーで聞きますという方が、はいはいはい、いらして、うん、千葉県千葉市のレオンさん、はい、平成最後のアッコのいい加減に1000回、はい、いつも通り生放送で聞きたかったんです、はい、ですがちょうど放送が始まっている頃、うん、私の妹の結婚式がスタートしていまして、なるほど、後ほどタイムフリーで聞きますと。なるほど、今まで兄らしいことは何一つしてこれなかったけれども、うん、この新たなスタートを機に、うん、親戚も増えますし、うん、兄としてあの鐘を鳴らす妹と新郎を盛大にお祝いしてきますね。いやー素敵ですね。あーそうか、はい、この時期のまたジューンブライドとはまた違うね、この時期の。そうですね、なんとも言えない、ちょっと今日寒いですけれども、あのやっぱ兄弟でね、いつも思うんだけど、お兄ちゃんがいて妹よりも、勝俣さんとかもそうなんだけど、お姉ちゃんがいて弟か妹、色女の子が先だとすごい可愛がるんですけど、お兄ちゃんの場合で妹だと、うちの役員の、あの子なんてそうなんですけど、はい、男の子の方が優しいからね。なるほど、あそういう傾向あるっすね。お兄ちゃんは今日じゃあ今披露宴やられて花束贈呈なんてお父さんと一緒に泣かれるんじゃないか、ねえ、このメールだとすでにもうなんかこうね、なんかね気持ちがありますね。いい感じ、お幸せにどうぞ、はいはい、メールファックスお待ちしております、はい。